日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、ずつみねは神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されておらず、町名は設けられていない。面積は50万2394.18平方メートル。郵便番号は210の0026。00 2020年12月31日現在の住民基本台帳に記載されている人口は268人である。川崎区の北西端に位置し、東は日清町、南は下並木、西は横浜市鶴見区知って一丁目、北は川崎市幸井区柳町に隣接する。町内を北東南西に、JR 東海道線、京浜東北線、北西南東に、 南部支線の高架橋が通り、町内で立体交差する。交差武北側には清掃工場があり、道西側にはその余熱を利用した温水プール、ヨネッティー筒峰がある。東海道線、京浜東北線の南東は、工場、倉庫、タクシー会社の営業所やアパートなどが混在する。私立小中学校に通う場合は、町内全域が、 川崎市立川崎小学校及び川崎市立川崎中学校の学区となる。町内に鉄道の駅やバス路線はなく、南隣の下のみに位置する京浜急行、南部支線の八丁縄田駅が最寄りとなる。JR 川崎駅へは徒歩17分ほど、湿地駅へは徒歩12分ほどである。多摩川は奈良時代、平安時代には山木から牛尾田方向へ流れ、 現在の流路になったのは近世の初め頃と推測される。年代は不詳であるが、山吹から現在の川崎区小川町付近にかけて堤防が築かれ、その内側が包み根高地と呼ばれるようになった。1924年6月、神奈川県吉珠郡川崎町大技小灯技、包み根高地から包み根の町名が設けられ、 同年7月には、川崎市が新設されたことにより、川崎市の町名となる。1936年、京浜女子商業学校開校。1940年には、ゴミの焼却場が稼働開始した。1945年4月の川崎大空襲では、投下された爆弾により、爆弾地と呼ばれる、すり鉢状の池があちこちに見られたという。 空襲で被災したゴミ焼却場は1949年に再開し、1953年には1日30トン、1979年には1日600トンの処理能力を持つ清掃工場に改修されている。1964年11月11日には、筒根の一部と上並木、古川通が合併して日清町ができたが、その際に含まれなかった部分が、 つつみ根の町域となる。1972年4月1日には、川崎市が、政令指定都市に移行したことにより、川崎市川崎区定根となる大ね東海道と、後の東海道線の線路の間に位置し、川崎町成立以前は荒宿町、砂子町、小都路町が入り組んでいた。後の川崎町大和砂子及び、新宿、現在のつつみ根と日清町、 下並木の各一部に相当する。筒見根の内東海道線の北側は西原高地にあたる。東海道の南側は池田高地であった。筒見根高地、池田高地と市条村の境には2家療養水の二筋の町田堀が流れており、夫婦橋がかかっていた。ありがとうございます。